こんにちは、外勘です。今回は、セガの UFO キャッチャークレーン、オンラインでですね、久々に、クレーンゲームをやってみようかなと思います。1年前ぐらいにですね、セガの UFO キャッチャークレーン、オンラインを、やりまして、たくさん景品を取ったんですけど、今回ですね、セガの UFO キャッチャークレーン、オンラインで、大感謝祭祭りっていうのをやってるんですね。ちょっとですね、見たんですけど、かなりですね、景品が取りやすくなってるので、これからですね、ちょっとやってみようかなと思います。ちょっとすいません。景品をですね、もうすでに一つ取ってるんですね。動画をちょっと取り忘れましたので、景品を一つ取った状態から、他にですね、景品を、取っていこうかなと思います。はい、それでは、セガ UFO キャッチャーオンラインの、景品をですね、狙っていこうと思います。この動画の前にですね、すでにですね、ツインターボを獲得してるんですね。ツインターボを、獲得していることからも、わかるかと思うんですけど、今回の狙いはですね、ウマ娘のチームカノープスのですね、4人全員ですね、取れたらいいなと思います。ツインターボを取ってるので、残りはですね、イクノディクタスか、ナイスネイチャか、マチカネタンホイザーを、取れればいいかなと思います。ちょっとすいません。カメラがですね、調子悪いんですかね。鮮明に映らないんですよね。やってたときは、そんな急に動かさなければいいので、しばらくですね、待ってから、狙ってました。いいんじゃないですかね。さあ、どうだ。あー、ダメか。UFO キャッチャーの、獲得のコツなんですけど、ぬいぐるみを見てですね、ちょうどその重心に、アームが挟まるように狙うといいんですね。なので、カメラでですね、縦か、横かで見て、ちゃんと確認するっていうのはもう、ほぼ、鉄則ですね。今回これいいんじゃないですかね。撮れるんじゃないかな。お、どうだ、どうだ。やったー まあ、こんな感じです。続けてですね、UFO キャッチャーの、景品の獲得を目指そうと思います。縦と、横でカメラを、頻繁に変えて位置を確認。お、いいんじゃないかな？どうだ？ちょっと、後ろすぎますかね。多分失敗すると思う。あー、ダメだ。カメラがなんか途中で悪くなるの。すいませんね。なんか、セガ UFO キャッチャー、オンラインの、カメラが悪いのか、それとも、僕が録画していたスマートフォンの通信状況が悪いのか。うん、これもいいですね。いけんじゃないかな。どうだろう。さあ、どうだ。
お、お、お、いけんじゃないか、いけ、お、いった、いった、いった。よっしゃー。やりました。最後になりました。4体目のですね、景品の、獲得を目指そうと思います。さあ、どうだ。ちょっと後ろかな。ダメだし、重心の頭の方が、四隅の方に行っちゃいましたね。四隅の方にですね、ぬいぐるみの、重心の頭がですね、行くとですね、一度に通れなくて、ちょっと困っちゃうんですよね。一回じゃ多分通れないですね。ああ、やっぱダメだ。ぬいぐるみのですね、重心の、真ん中を、クレーンゲームのアームで掴まないと、獲得できないので、ソニックくん人形って、頭がですね、重心の中心なんですよね。で、それがその、四隅に行っちゃうと、やっぱちょっと難しいんですよね。これも後ろですね。多分成功しない。やっぱりダメだ。奥行きから見ると、うまくいってそうなんですけど、四隅なんでね、一番最後までアームを掴むところに行くと、やっぱちょっと位置が後ろすぎたとかってなるんですよね。あ、位置が上がった。チャンスですね。これで取りやすくなるはずですね。ラスト1クレ。ここですね。成功したら、バンバンザイなんですけどね。加減しなくて済みますんで。
ちょっと後ろっぽいかな。どうだろう。お、いいかな？いいかな？あー、ダメだ。あー、ダメだ。クレジットが切れたので、加減しまーす。ちょっと真ん中じゃないです。後ろすぎるし、中心じゃないですね。多分成功しない。あー、やっぱり。さあ、どうだと思ったけど、ちょっと後ろっぽいかな？あー、やっぱダメだ。あー、失敗しちゃった。今これ頭後ろ向いてるんですけど、4隅じゃないので、これはこれでですね、いけるかもしれないんですよね。さあ、どうだ。重心的にはぴったりですね。どうだ、どうだ。お、お、お。やったー やりました。最後の景品の時に、このソニックくん人形が、隅の方にですね、頭がいっちゃったのが、ちょっとですね、お金がかかっちゃって、誤算でしたね。見てわかると思うんですけど、ソニックくん人形って、頭が重心なんですよね。なので、その頭が、そのアームが届きづらい、4隅のところに行ったらですね、ちょっと難しいんですよね。獲得した景品が届きました。だいたい2日ぐらいで届きますね。いやー、チームカノープスの、メンバー全員がですね、揃うと、壮観ですね。それでは、開封してみようと思います。はい、開封して、組み立ててみました。よくできてるんじゃないですかね。去年プライズ取った時も、最近のプライズはよくできてるって、そんなこと多分言ったと思うんですけど、今回もですね、すごいよくできてるなぁと思いました。今回かかった経費が、18クレーくらいなので、1800円でした。最後のですね、景品に、9クレか10クレぐらい、結構かかっちゃったのが、まあ、痛かったですね。セガ UFO キャッチャー、オンライン。チャージ方法がですね、クレジットカード払いと、携帯払いの他にですね、ペイペイと楽天ペイと、で、あと、交通機関 IC、それの他に iTunes カードでですね、支払うこともできるんですね。ポイントでですね、
ちょっと、端数で溜まったりしてませんかね。それを使って、UFO キャッチャーが遊べるので、結構ですね、お得じゃないかなと思います。1800円で、景品を4つ取れる。前回に引き続きですね、今回もまた、たくさん取れたので、やっぱりですね、セガ UFO キャッチャーオンラインはですね、おすすめじゃないかなと思います。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。